ークソフィア、戻ってこられたのか。天意門の設定は、よし、あそこにも行けるみたいだ。あそこはホローエリアというんだな。フィリアはそう呼んでいた。フィリア、いろいろと事情があるようだけど、 PK をするような子には見えなかった。 Well then again, if she was AI, she wouldn't have the, the diamond on, above her head. 彼女は一体何者だ。 That's a diamond? Crystal.So she's already here? Kirito-san! Yokatta! Rifa ni Shiriko! Dou shita nda, futari tomo? Sonna ni kessou kai de? Why is Rifa already here? I thought they'd at least introduce her, like showing her coming down to, SAO.私てっきり、そんなの生命の比を確認すれば死んでないってわかるだろう。あ、でそうか、今確認できないんだった。ってことはこの後は。I wonder why you can't check. アスナ。やっぱりアスナも来たのか。落ち着けアスナ。よかった。なんか胸騒ぎがしてキリト君を探してたんだよ。こんなに長い間誰にも連絡がないなんて、丸一日ロストしてたんだよ。メッセージだってみんなで送ったんだから。あ、そういえば、もうキリト君のバカ。おい、泣くなよアスナ。ユイ、she's a force to be reckoned with。あ、ユイ、な、ユイからもアスナに何か。パパ。はい。今回はパパが悪いです。ママはずっと泣くのを我慢してパパを探していたんですよ。それなのにパパは。I'm sorry, but if Yui was real, like if she was actually in front of me, I'd be a little scared. Because she has like a mean side. Gomen. Mama ni chanto ayamatte kudasai. Sumanakatta yo. Asuna. Jijou wa chanto setsumei suru kara. Honto? Mochiron da yo. Hora, toriaizu yado ni modoro.おい、アスナ、ここは街中で。パパ。はい。すみません、このまま行きます。Why don't she hug him? はあ、結局アスナさんか。でも無事に見つかってよかったです。それはそうだけどね。でもやっぱり仕方ない。今回だけは。Let's let it go. Just this once. 心配ばっかりさせるんだから、キリト君は。キリトさんにはきっと事情があって、詳しいお話を聞いてみないと。シリカちゃんは甘いよ。もっとガツンと言ってやらないと。ああ、帰ってきた。ただいま。だから言ったでしょ、どうせその辺りをフラフラしているだけでそのうち帰ってくるって。いや、フラフラしていたわけじゃ。アスナもみんなも心配しすぎなのよ。だってキリト君が。ああもう無事に見つかったんだから、もう泣かないの。キリト、アスナにちゃんと謝ったんでしょうね。
謝ったよ! God, everyone's just giving him the freaking cold shoulder. Well, they're all just giving him the scolding eye. Come on, Asuna is a strong woman. At least in this season. The second half of the season when Fuck, I don't remember what the name was. The elf game. I'll just say the elf game. I mean, she could have done a couple of things in that one, but she was definitely a strong character in the first half of season one. そうなんだ。ダンジョン探索していたら突然転移させられて。そんなことってあるの？強制転移ね。もしかして私やリーファと同じ現象なの？それって別の世界に飛ばされたってこと？いや、俺が飛ばされた先は間違いなく SAO の一部だった。 ただ、隠しエリアみたいなところなんだよ。隠しエリア？そんなものがこの世界にあるの？ああ、通常のアインクラッドの各層とは違う感じだった。モンスターも強いのが多いみたいだし、高難度エリアって感じだな。高難度エリア？運もあるけれど、強いモンスターを倒せば、 強いソービアレアアイテムが手に入る可能性が高い。だから、ホロエリアを探索してみようと思うんだ。でも、そんなエリアが丸々未発見で残されているなんてことがあるのかしら？ねえ、ユイちゃん。ユイちゃんなら何かわかる？確かに、アインクラッドには様々な事情で一般のプレイヤーには公開されていないエリアがあります。でも、 それはゲーム開始時に封鎖され、誰もアクセスできないようになっています。プレイヤーが非公開エリアに入る手段はないんだな。はい。ですが、今はカーディナルシステムが不安定になっています。それを考えると、絶対にないとは言い切れません。そうなんだ。ありがとう、ユイちゃん。いいえ、現在の 稼働状況などが分かれば良いのですが。I think she did a good job. いや、今の説明で十分だよ。パパのお役に立てたなら嬉しいです。ねえ、ユイちゃん。さっきキリトが言っていたように、そこって新しい素材アイテムとかあったりするのかな？可能性はあると思います。そうか。 まだ見ぬレア素材、新しいスキル。だったらピナのパワーアップも。 私の武器ももっと強くなるかもしれない。私ももっと。 I think there's gonna be cutscenes of how these two, of how these two came into the world. And by world, I mean, you know, SAO, not like, you know, their parents making babies. ちょっとみんな、もしかして行くつもりなの？いいじゃないか、別に。俺だってちゃんと帰ってこれたんだから。でも、なんか引っかかるのよね。高難度エリアで手に入るアイテムでみんなを強化できれば、この先の攻略だって楽になるだろ。 そうすれば、100層クリアだって現実味を帯びてくれ。それは確かにそうね。なら、私も行くわ。キリト君だけを行かせるわけにはいかないもん。それに、向こうで知り合った人もいるしな。もしかして。 I felt a little uneasy when the music just died down and he's like, I met someone. And she's just staring at you with a smiley face and be like, what the fuck did you just say? It's not like that! God damn it, people, it's not like that!
Papa. その人って… I didn't fuck her. That's all I can say. I didn't fuck her. Didn't kiss her. Didn't lick her. Didn't caress her thighs. Didn't caress her hair. She ain't sucky. I didn't do nothing to her. You women. Every time a guy says, we met someone, you automatically think we're cheating on you. もしかしなくても…よくわかったな。フィリアってこと向こうで知り合ったんだ。ほらね。フラフラしていただけじゃなくて、女の子を口説いてたんだ。口説くとか、そういうんじゃないよ。どうだか、どうせ力になってやりたいんだとか言ってきたんでしょ。Yeah, see, that's unfair. Kirito君、私が泣くほど心配して必死に探していた時に女のこと。待て待て、たまたまだって。たまたま向こうに行ったら女の子がいて、スカルリーパーとか出てきたから一緒に戦っただけだよ。Kirito君のバカ。Oh, come on, that's it now.知らない。勘弁してくれよ。自業自得。でもまあ、何かあっても黒の剣士様がいることだし、探索には行こうよ。同感だわ。この世界にいつまでもいるわけにいかないもの。I always seem to get the name wrong, but I really like the voice actress for her. Yosh, 決まりだな。もう、でも今日はやめておいてね。Why? どうしてだ。さっきスカルリーパーと戦ったとか言っていたでしょ。今日はゆっくり休みなさい。いや、でも HP は全開してるし。パパ、今日はママのそばにいてあげてください。あ、そうだな。じゃあ明日からにしよう。Man, I felt like I was being attacked from all corners. Where's Clyde?